パナソニックモバイルコミュニケーションズイルーガ P-03E ドコモスマートフォンイルーガ PP-03E はパナソニックモバイルコミュニケーションズによって開発された NTT ドコモの第3.9世代移動通信システムと第3世代移動通信システムのデュアルモード端末であるドコモスマートフォンの一つ P-02E の後継機種で 国産のフル HD ディスプレイ搭載スマートフォンでは、最小クラスとなる4.7インチ液晶を搭載している。キャッチコピーは、さらっと、スマチェン。UI は P-02E から搭載された、イルーが独自のワンハンド UI である、フィットホームと従来の携帯電話メニュー風の UI、携帯モード、ドコモオリジナル UI の、ドコモパレット UI のほか、新たに、ドコモオリジナル UI で、 従来の携帯電話から初めてスマートフォンに機種変更したユーザー向け UI のどこもシンプル UI が搭載されている。カメラは新開発の CMOS センサーであるスマートフシート、光円色 LED フラッシュ、モバイルベニューセンジへも搭載し、デジタルカメラと同等のザラつき感低減、色再現性、高解像度を実現している。また P-02 では映像出力が Wi-Fi 経由のミラキャストのみに対し、P-03E では、ミラキャストの他に、MHL にも対応した。なお、フルセグ放送の受信には対応していない。2013年9月26日に、パナソニックが日本国内におけるスマートフォン事業の休止を発表したため、この機種が、パナソニック製のドコモ向けスマートフォンとして事実上の最終機種となった。 ありがとうございます。